このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただけます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。はい、自身大きい声で読みの練習をしてみよう。3、2、1。笑う角には福来たる。笑う角には福来たる。爆笑する。爆笑する。桜の咲く季節。桜の咲く季節。節の多い竹。節の多い竹。金庫に保管する。金庫に保管する。細い管。細い管。花粉症。花粉症。小麦粉。小麦粉。粉ミルク。粉ミルク。紀元前500年に。紀元前500年に。20世紀。はい、そしたら画面に文字を5回写します。で、書き順も出てくるので指を使って空中にその字をなぞるようにして書いて練習してみよう。で、その後にノートにその字を実際に書いてみるので覚えられるように集中して練習してみよう。じゃあ準備はいいかな。3、2、1、スタート。笑うの、笑や爆笑するの、笑。爆笑の、笑。爆笑の、笑。笑、笑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 、笑。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。OK! はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。季節の節や節。季節の節、季節の節、節、節、節、節、節、節、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 節。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。
OK。 はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。保管するの管、いや細い管の管。保管の管、保管の管、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 管。保管の管、保管の管、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 管。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。OK。 はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。花粉症の粉、いや小麦粉の粉、粉ミルクの粉。花粉症の粉、花粉症の粉、粉、粉、粉。花粉症の粉、花粉症の粉、粉、粉、粉。花粉症の粉、花粉症の粉、ふん、ふん、ふん。花粉症のふん、花粉症のふん、ふん、ふん、ふん。花粉症のふん、花粉症のふん、ふん、ふん、ふん。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。OK。 はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。紀元前の木、20世紀の木、20世紀の木、20世紀の木、木、木。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 はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。OK。 はい、そしたらもう一回大きい声で読みの練習をしてみよう。いいかな。3、2、1。笑う角には福来たる。笑う角には福来たる。爆笑する。
爆笑する、桜の咲く季節、桜の咲く季節、節の多い竹、節の多い竹、金庫に保管する、金庫に保管する、細い管、細い管、花粉症、花粉症、小麦粉、小麦粉、粉ミルク、粉ミルク、紀元前500年に、紀元前500年に、20世紀。はい、そしたら最後にもう一回さっき読みの練習をしたカード見せます。で、5秒間見せるので、その5秒以内にお家の人に聞こえるように大きな声でその漢字を読むか、それかノートに読み仮名を書いてみよう。準備はいいかな？じゃあ始めます。3、2、1。はい、1問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、2問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、3問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、4問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、5問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、6問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、7問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、8問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、9問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、10問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、11問目、最後、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、終了。お疲れ様でした。